自宅でお店の美味しさを堪能したい方におすすめグルメを紹介するテイクアウト特集。今回はインド料理ポレポレです。八戸ショッピングセンターラピア1階のグルメストリートにカレーやナンなど本場のインド料理を楽しめるお店ポレポレがあります。外国人スタッフが作る本格料理が人気ということで、店長のピャクレル・マヤさんにお話を伺いました。これはインドカレーのお店だと思うんですけども、ポレポレってどういう意味なんですか？いや、ポレポレはゆっくりゆっくりって意味だけど、でゆっくり食べて帰ってくださいって意味です。お店でくつろいで、はいはい、ゆっくり味わって食べていただきたいということですね、はい、メニューはどれくらいありますか？メニューはカレーの量が10種類以上あります。でその他に飲み物、ドリンク、インドビール、ネパールビール、マンゴージュース、ラッシー、ね、サラダもあります。テイクアウトには全部対応してるんですか？全部できます。どんなナンがありますか？ナンは4種類あります。普通のナンとキーマナン、はい、チョコナンとチーズナンあります。普通のナンがとても大きいように見えますけど、やっぱりお客様がせっかく入ってくれてるからお腹いっぱいなってから帰ってほしいから大きくしてます、うん、皿に収まりきらないナンの大きさには圧倒されますね。お腹いっぱいになること間違いありません。チーズナンはその名の通りチーズが中に入っていて、こちら単品でも満足できるお料理となっています。チョコナンっていうのは、はい、インドでは普通なんですか？いや普通です。はい、いろんな種類のナンあるんだけど、この店は4種類しか出してないけどね、他のだったらいろんなガーリックナンからいろいろ出してるみたいだけど、こっちの店だったら4種類は出してます、ポレポレで注文できるルーは種類が豊富で、今回はおすすめとして4つ選んでいただきました。1つ目は甘口のバターチキンカレー。マイルドな味わいで辛いのが苦手という方におすすめです。2つ目は緑色が目を引くサグチキン。ほうれん草カレーソースを使ったチキンカレーで、味は中辛となっていて人気の高い商品ということです。3つ目はひき肉とグリーンピースを使用したキーママタールカレーです。辛口に分類されていますが、他の商品に比べると食べやすい味わいとなっています。最後はインドハイドラバーディ地方の辛口カレーチキンハイドラバーディです。辛いカレーが大好物という方におすすめの一品です。なおカレーは全種類甘口中辛辛口から味を選べるとのことです。はい、お客様に向けてメッセージをお願いします。はい、インドの本格的なカレーは作ってるので、日本人も食べやすい辛さにしてるから、全員来て食べてみてください。インド料理ポレポレは午前11時から営業していて、ラストオーダーは午後8時です。皆さんもぜひ本場のインドカレーを味わってみてください。